だからまあまあ今年はまあ多分乗り越えるんじゃない来年わかんないけどな今日酔ってないなお全然うん だって俺寝てたもん家賃先に払った方がいいでしょうあもう払ってるうんなちゃんその言動一つでリスナーの質が悪くなったりしないの すみません。俺、ブロック、100人以上入れてるんで、うん。うるせえこと言うやつは、一発で入れてんで。だから、数字欲しくないんだよ。そうよ。うん。他の人はさ、あそこの数字の部分を見るから。ああ。 あれが指示をされてると思ってんだよ。でも、あの数字が、俺今219人だけど、あそこが1000のやつでも、YouTube にさえ動画上げてもらえないやつもいるし、ミラーも立たないやつもいるし、そういうこと。わかりやすく言えば。うん。 んだでうん多分 YouTube で配信者の中で動画上がってるの俺が一番多いんじゃない分 <laughs> かんねえけどもっと多いやついるのかもしんねえけどミラーはね3つぐらい上がるのもね 今、三つも上がってないかもしれない一つぐらいかもしんねえけど。うん。なんかしんねえけど、俺は首が立つんだよな。いや、いいんだけど、あ上げてもらって。タバコも値上げなのかなあ、でも、タンパクン、俺、昨日のよ夜中もう日付変わってから、タバコ買ったけど、値段上がってなかったよ。うん。 日付変わってもビールじゃないのそれビールと発泡酒とうん10月1日かタバコは上がってねえんじゃないただってタバコついこの間上が,上がったばっかだんでそうだよなロケットなタバコはないよあそっちか それはあるかもしんねえな。俺それ触ったことねえから、触ったことはないことはないんだけど、あれダメ。うまくない。うん。電子は、俺は、持たない。噛み臭くてしょうがねえんだ、あれ。うん。だから、あのー、結局のところ、 タバコ吸えねえねなこの居酒屋って思ってる店は電子もダメだからねだから結局一緒だからうんうちは電子は OK ですあでも紙巻きはダメなんですよなんていう店はないからどっちもダメだったら吸える店に行けばいいだけだ吸いたけなうん 今日呼ばねえな。うん。昨日ゴロゴロしてたからな,な。あと昨日ね、久々に、まあ、暇だったからさ、YouTube でさ、L、二 d 2 8回3.1リッターメカチューン動画とか見てた。 うん、<laughs> あーそこリてなーーそうだよねみたいなボクシングルールでメイ・ウェイザーに勝てんのはお姉 <laughs> ちゃんなんだけどえこないだなんとか朝倉未来が勝ったんじゃないの 2ラウンド KO ですげえよな。まあでもな、相手がな、じじいだからな、勝つのは当たり前だけどな。うん。すげえよな。 年寄りいじめちゃったようなもんじゃ、うんねいや勝ってるでしょあれうん負けちゃったの俺1ラウンドで これは朝倉君が勝つなと思って見るのやめちゃったから結果は知らんうんであの朝倉未来っていう格闘家がどこかに爪,音爪痕を残し 残したことがあるのかなーってそれだけみんなが騒いでたからうん俺あれが好きだったなー k 1のアルバイトしかしないでさあのビル掃除やってたあいつなんだっけあいつヒョロっこいやつ ところ、俺はあれ好きだったなうん秀オな俺は好きだったなうんなんかなファイターだよなあの絶対表舞台に出てこねえんだけど ああいうさ格闘家ってやっぱなんか一本通ってるよな負けても負けてもかっこいいよなうん札幌あんなチンピラ上がりの二流でも年収30億円らしいから誰誰 あんながわかんないまだまだまだ元気ですよ所さんあそう大変だ若手が強いのがいっぱい出てくるからそうは特にそうだよなうん でもさ、フィンガーグローブって怖いよな。一発で終わるからな。じゃね。フィンガーグローブは怖いと思うよ。うん。ちょっと水。